皆さんこんにちは、ミラニスタです。今日はね、マリオカートの実況をやります。ニコニコ動画で、動画をアップされているタナンさんのルームに参加しました。でマリカーも撮るの久しぶりで、まあグダグダになるかもですけどね。参加者は7名かな。タナンさんにウサミサトシさん、平井シングルさんに、私、そして VRP さん、なんてお呼びしていいのかまだわからない、ガンマさんにアズールさん、ガズーレさんかです。以上7名ですね。どこでもいいんだけど、どこでもいいんだけど、まあマリオカートが実況できなかった理由としては、なんていうかな、コントローラーでやってる人は全然関係ないことなんですよね。で、GC コンとかで画面が小さくなるのと、あとセンサーが若干離れるのがあって、すげえやりにくいんですよ。ダサいな、思ったより音がうるせえ。よいしょ。まあ穏やかにいきますけどね。これはいらないね。はい、でも取れなかった。一応全員、相手の方は初見というか、なんていうかな、知り合いはまだいなかったんですけど、ってやろう。穏やかに行きたいね。まあ1位になったけど、俺が1位になっていいことなんかあるわけない。やろ、サム回避もハンドルの人はちょっとやりにくいんですよね。よけただと、やり手か、この人。うわ、今絶対やられると思った。これ負けパターンじゃね、これ。超何が起こった、何が起こったよ。お、3位か。マスターには勝てないってことが、最後でこれは逆に惜しかったのかもしれない。そうだそうだ。でマック使ってるんですけど、10.6.7 にした時に、その今までの環境と同じ方法で動画が撮れなくなったのがありまして、赤いチラチラができてもう実況どころじゃないっていうね、そういうのがあって、撮れなかったんですよね、しばらく。まあ、バトレボとかそういうなんてシミュレーション系は全然動きがないから余裕なんですけど、まあこういうのは繊細な動きがいるのでっていう話で、今回なんだ 10.6.8 にしたら治ってるみたいな噂聞いたんで、やってみたら本当にできたっていう。まあいいや、そういう話は置いといて、のこのこ岬。タパンさんは確かデッキユー実況なんでヨッシーを使われてますね。そう、あれだな、思ったより音が大きくて実況の音が入ってるのか分かんないんですけど、かっこいいな、なんかこの小岬といえばあれですからね、これに当たるんですよね。いやーじゃないか、
かくなんで、なんかマリオカートの実況でもやろうかなと思ってやってるんですけど、まあ初心に帰るっていう意味で、もう多分やり始めて多分1年は経つんで、まあ、初心者ではないのかな。うん、でもう一つ定点杯っていうのに所属してるんですけど、まあ、そっちの方ではまあ最下位担当ということで、まあ、見事にね仕事を果たしてるわけですが、まあ、新たな刺激が欲しくなったっていうことで、まあ、このタナさんの動画見てフレンド応募しました。これ意外に1位なんだけど、怖いな。でも何が起こるかわからないから、ミスだけはしないように行きたいと思います。こことか竹の毛落ちるんで、自分は基本的に人は引かない派だったんですけど、いつも引かれるばっかりになっちゃったから、まあ引くときもありな、スターとかで。んだからね、痛い、やばいぞ。このタイムスは意外に焦げそうも怖い。後ろから声が聞こえる。あとトゲゾウが怖いか。サンダーは食らうつもりはない。お、1位か。あぶねえ。うん、いいとこ行きますね。ハンドルの方がいるね、他に。まあ、タナさんもハンドルですけど、いや、っていうか、まあハンドル勢って本当に少ないんですよね。テーテマイも一気だとどれだけとかいう時もありますし、ハンドルだから遅いっていうのは最近でも加速力で GC コンに負けてるんじゃねえかなと思う時がたまにありますが、あの素の速さで抜かれるんだよね。よくわかんないけど、苦手クロスの一つですからね。何が苦手って、火吐くとこですよね、いわゆる。この先ですよ。ちょっとやべえ、人いるの、やべやべ、ついに暴走が始まった。そう、上手い方はここ綺麗に行くんですよね。言わんこっちゃない。まあ苦手です。いて、ほぼ時間がなかった。無形音に近い警告音か。まあこのまま負ける俺じゃない。使おうかな。おー、飛ぶねー。よいしょ。ジャンプアクションが出ない。ちなみに自信込んで、あれを出す方法知らないです。なんだこれ。ちょっと待って、甲羅がおいしいか。まあ、突き抜ける方が早いわな。声がいらない。ちょっと荒ぶってきた。フラグじゃないですけど、あ、Wii リモコンの電池が、あの練習したんですけど、それまでに切れちゃったっていうね。急にピターッと切れて、めったにないんですけどね、こういうことって。
さて1位の方を追いかけたいんですが、どこにいるんだろう。めちゃくちゃ速くないですか、あれ。あれでしょ、デイジーでしょ。ヤンパクションが出ない。しかも回避してるかな、どうだろう。ちょっとちょっと荒ぶってきた。残りちょっとなんだから頑張れって。あ、ダメですね。っていうか結構差があるな。早いな、デイジーな。クッパキャッスルといえば、本当にあの炎ですよね。特にハンドラーはここの位置、ここの位置でパウが来ると止まるしかないんですよ。止まるっていうか、スピード落としながら行くしかないから。十字キー上を押すだけの人が羨ましいっていうね。どこを押そうかな。ある方のルームで、ド M 合戦みたいな、車に当たることでなんかその気持ちよさを表そうっていう企画がありまして、それ参加してからもうこんな感じで全然ダメです。もう何だ今の謎現象あげる見てたな。本が怖いですよ。うわぁ、この野郎、うわっ、なんだ今の深くなったのか。ドレムとかそういう話しなかった方が良かったかな。僕は完全逃げ切りなんで、この子勝ち目ないですね。ちょ、何起きているの。あれ、危ない危ない危ない。こんなに引かれないぞ、もう一回。おかしい。別にわざとやってるとかそういうわけじゃないんですけど。うわー、マジか。やられた。やめてくださいよ、マジやめてよ、これ。何このド M、マジで。わざとやってるわけじゃねえんだけどな。危ない危ない。これ勝てねえだろ、これ。おかしいですね。スターか。どこで使おうかな。あべ、アイテムだ。ドッカーン。これに抜いて、これに抜いて、俺は逃げ切るよ。5位に入るんだ。もう4レース目か、これ。早いな。まあ2位だけどな、20点も差があるからな、きついな。ご視聴ありがとうございました。次回は何杯になるのか、どのルームを取るのかまだ決まってませんが、まあ見てくれたら嬉しいんですけど。ご視聴ありがとうございました。